ー始まりました AMC のまっすぐ豚タン始まりましたよ皆さん、はい、キャーって言っておりますけれども、これ絵の衝撃の、ね、キャーもあると思いますけれども、私 MC を務めさせていただきます星野拓也と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、この番組はですね、2012年1月8日に初の武道館公演を控えた LMC のお二人と武道館公演に向けてさまざまなお話をしていただく、そういった番組でございますけれども、先々週に引き続きまして今回で3回目の放送となりますけれども、今回が最終回でございます。ですので、もう盛りだくさんでお届けしようかと思います。それでは今からご紹介しますので、皆さん8の準備お願いしますよ。888のいいですか、ご紹介しましょう。 NMC の2人でーす、まあ、ちょっとじゃあまずとりあえず自己紹介。8すごいですよ。8カラフルですごいですよ。うわー来てますけれども、じゃあちょっと8になんでダメージ食らってるんですか。あと、まず始まる前にお水を1本ね、いってしまいました。なんですか。なんでですか。それ指摘しちゃいけなかったですか。すいません。じゃあちょっとお一言ずつお願いします。こんばんは。どうも、アイジです。マエです。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。もう今日もこういうコメントがやっぱ来ちゃう感じですけれどもね。おマエさん、どうしましょうか。上に出てきました。そうなんです、武道館ライブチケット販売、こちらをクリックしていただくとね、お元が安くなってますからね、皆さん。お元が安くなってる。なんで別になんか別に料金変わらない。料金は変わらないですけども、そこ突っ込んできますか。だからいろいろとかなんか調べたりして、ね、リンクが飛んで、分かってますよね。そっちの求めやすいですね。そっちの求めやすいです。分かる。なんか深夜の通販番組的にはね。まあそうですね、確かに言い方間違えましたね。いやいや、こっちだとあの便利、すぐ行ける、すぐ行けるからね。もうなっちゃう。はい、ということでございますので、さあコメントの方もすごい来てますから、ちょっと恒例のコミュニケーションタイム、ドタマからいきましょうか。はいはい、じゃあマヤさん、何か話しかけてもらっていいですか。皆さん今どんな格好してますか。格好気になりますもんね、やっぱりね。格好はやっぱり重要じゃないですか。さあどんな格好なんでしょうか。皆さん来てます。お、パジャマ率めっちゃ多いっすね。もう寝る気満々なんだ。寝転がってるってポーズか。そっか、時間もね。黒ピンクの部屋着いいですね。パジャマ多いっすね。ジャージ、浴衣、全裸、全裸ですね。全身ヒョウ柄って。全身ヒョウ柄、全身ヒョウ柄、ネグリジェとか。ヒョウなんですかね。ネグリジェとかいるんすね。なんて、まあ、制服の方いらっしゃいますね。クマ耳、これたまにパサパサのパーカー。読んじゃいました、あいさん。まさぼく、極力読まないし、読んじゃいました。ついついちょっとやっぱ言っちゃいますよね、これね。なるほどね。この番組終わった後、ツイッターがもうファサ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 大変だったんですから。ファサで検索かけたらどんだけ出てきたかという。そうなんですね、ことでございますからね。それではじゃあ、あいさんも何か話しかけてもらっていいですか。そうですね、今日、みんな何食べたんですかね。お食事、むしろみんな何時ぐらいに夕飯と食べるんですかね。それ気になるんですよ、いつも。確かに大体我々って仕事終わって帰りとか食べるじゃないですか。結構不規則ですよね。そうすると、結構夕飯っていうのは謎だなっていうね。じゃあ時間、夜食じゃねえか。時間まず教えてください。みんな何時ぐらいに食べるの。早い、6時18時、7時、6時半、やっぱその辺多いですね。6時半、みんな早いですね。これがでも昔だと家によって違ったりね。そうですね。何時に食ってた。うち結構遅いパターンだったかな。俺も、うちも遅いパターンだ。いや、うちの方が遅いんだよ。多分うち21時21時ぐらい。遅いっすね。なんかすごい早い同級生とかいなかったっすか。いや、あんまり5時半みたいな。申し訳ないけど、あれ申し訳ないけど、人んちのよその家のご飯の、夕食の時間気にしようがないっすね。だから言われると衝撃だったんです。多分うち、でも20時ぐらいかな、8時ぐらいで、まあ7時半か8時ぐらい、それが当たり前だと思ったら、いや、うちもなんか6時にはみたいな。そう、早くねっていう。6時は早い、うちは大体本当に20時から21時あるあるしてますよ、そういう驚きね。はい、いるとね、だけの話なんですよ、ね。だからどうしたって話もあるんですけど、ね。さあ、ということでございまして、この番組、今日が最終回でございますけれども。マジっすか。そうなんですよ。で、毎回ですね、恒例のアンケートを取ってたじゃないですか。1月8日の武道館に
行くの行かないのこれ。あーありましたね。はい、でどんどんね増えてってるんですこの率が。お、マジですか。そうです。だ前回の数値覚えてます、うん、マジですよ。はい、覚えてるけど言いたくないと。まあ最終的に 70% ぐらいになりました。そうです、73になったんですよ。肉が 70% になったんですよ。ですので今日は、まあ、番組終わった後お水どんだけ飲むんだろう。見てくださいこれ、飲み方流し込んでます。何飲んだ後ちょっとドヤ顔なんですか、前さん。はい、じゃあちょっとアンケート取りましょうよ。どれだけ増えたかね。1月8日のこちらライブに行く行かない、これ行く行きたくないだったらちょっとね。結構エグい感じ。行かないで行きたいと思いますので、さあクリックしていただきたいと思います。行きます。行きます。それでは結果の方を出してください。お願いします。来た、これ77.9 になりました。嘘だ、めっちゃ上がってる。嘘じゃないです、ちゃんと出てますよ。そういう展開、こういう展開です。マジっすか。まあだから結局行かない人がもう見なくなったっていう。そんなことない、そんなことないです。2回目に気づいてね、気づいちゃって。そんなことないです。じゃ皆さんの話を聞いて行きたくなっちゃって、もう用事があったけどもうそれ蹴っ飛ばそうっていう人が増えたということですよ。ただ俺前回タイムシフトして自分で見たんですよ。はい、ただこれで武道館のその何につながるのかなって気にしよう。前回はしょうがないですね、言ってましたからね。そうなんですよ、この後ろにある絵のせいですからね。しょうがないですよこれ。このそうですね、ねこのファリオ先輩がね、ファリオ先輩がファリオ先輩ちょっとパンチありすぎてね。これ見てない方はもしかしたら分かんないかもしれないですけど、愛知画伯が描いてくれた新キャラクターでございましてね、いまだに謎の生物でございまして、だから未だに解明されてないのはこの部分が一体何なのかっていう。そうなんですよ、この靴下。あ、靴下なんですかそれ。違うさね、もうクリスマスも過ぎて、これは多分ね、だからなんだろう、いわゆる木でいうとこの猿の腰掛け的なで、そういう部分だと。でもまずアイスさんそっから書いたんですよね。そっから行ったんですよ。そっから行ったのになんかよく分かんなかった。だからそっから言ったのはまあ間違いの始まりだったのかもしれない。間違えてやっぱ間違えてはないんだけど、これそもそもあの余白あるじゃないですか、なんていうかあの色とか色は何なんですか。だからこれはあの割と茶系茶系、まあブラウンだね、ブラウンのイメージ。ブラウンで来ちゃうんですね。あえてこれあえて今これで何か書き足すとしたら何これ行くとしたら、リアルタイム、リアルタイム、リアルタイム、これ行くとしたらば、だからまあ、そうだな。いやまあ、あえて赤でね。え赤で、はい、あ、黒のペンもありますね。はい、あ、黒のペンも入ってますよね。ありますので、はい、そうね。じゃあちょっと、あれなんつうんだろう、なんつうんだろう、このちょっと余計し、ホラーに、あれなんつうんだろう、流血、カッカっぽい感じです。え、ちょっと陰影を出したというか、そうですね、痩せた感じに見えるように、デーモン小暮だったっていう。もう全然意味わかんないからね、余計。まあこういうのとか、もうまあそれがちょっとなんか毛染めましたよみたいな。毛染め、本当は茶色なんですよね。そうです、そこだけ赤なんですね。本当茶なんですけどね。茶と赤のスート。赤系で攻めるんですね。まあ赤はされたからね。え、黒もありますからね。まあまあまあ、そうですね、まあ、黒だったらちょっと変わってきます、話は、ね、この生態どんどん気になっちゃうんですね。で、逆に、逆にリアルタイム。だからまあ、コンタクト、もうアドちゃんがコンタクト、大きめのコンタクトあー、ちょっと大きめの何ミリみたいな、ね、ディファイン的な大きめのカラコン入れましたよ、入れることによってちょっとキャッチーになり、あ、でも確かにちょっとだけ若干キャッチーになりましたね。そうなんですよね、ポップさ出ましたね。なんか若い、そうなんです、高校生とかにも受ける感じ、受ける感じで、まあ受けるかどうかまあちょっと置いといてですね。すげえ受けてますね。どう受けてますか。キャッチーキャッチー言ってます。もうちょっとはみ出したと思う。だから逆にあとまあそれ行く、腰掛ける腰掛けも、こっちにもつけたいね。ダメダメダメ、もうやめて。怖いよとかね、怖いよとかね、とかねまあ、とかですよ。もう先輩やめてって言われてますので、もうやめてと。
怖いよと。喉仏です。やないでしょ、喉仏。男性だった。ここ触ると結構いい。ゴロゴロする。ゴロゴロ喜ぶんすか。ゴロゴロ。どんな鳴き声なんですかね、これ。まあ、でもゴロゴロする割には結構パサ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 鳴くんすか。結構パサ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 カスの声でね、パサ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 って鳴くんでしょうね。可愛くないっすね。はい、ということでございまして、なんだろう、まあ、クロスしてるから、ね、後ろでこういう感じですよ、ね、あこれっす、これこういうこれっすとかはもう謎は深まるばかりということで、まあ、この謎はなかなか紐解けないんじゃないかなと、まあ、アホの子みたいっていうのはありますよね、はい、謎すぐるという感じでございますけれどもね、時間もね、いいとこになっちゃいましたね。いいとこ、でも結構この話題でもう10分ぐらい過ぎてしまいましたけどね。でも2011年ももうすぐ終わりでございますので、はい、ちょっとなんか今年とかも振り返りつつ、あれ今ちょっと、はい、あれえ今モニター見てたんですけど目動かなかったっすか。怖い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 。動かないですよ。そんなバカ。嘘でしょ。ブルッて、まさかここの部分そう、ちょっとやってみてもいいか。怖えーって来てますから。ここが怖い怖い怖い。この部分がここの部分が怖いっすよ。が動くんですか。まあ、ちょっとみんな見てもらったらいいですよ、そこね。怖っ。もうそっちになんか気が散っちゃって、話に集中できないみたいな。やばいっすよ。パサモン進化ってよくわかんない。パサモン進化。パサモンってなんすか。やっぱ、ガークがもう心込めて書いたものに生命が宿るみたいなことですからね。可能性はありますよね。ですね。次行きますか。そうですね。あの、今年をちょっと振り返りつつ、はい、なんか、うん、こんなのがちょっと印象残ってるなみたいな。これっすよ。そんなこと言われた。まあそうっす、これ忘れましょう一旦。まやさん、これ忘れましょう。そうですね、これ今年まあ MC 的には、まあ、5周年を迎えたっていうのが大きい。そうですね、それぐらいですかね。あいさんも MC 的にそうでしょうね。まあ10年ずっと、まあ本当1年前だから、ちょうど去年の10月からずっと5周年をしてきたんで、だからまあそこでしょうね。ね、そうだね、もうそうだね、5周年だねって皆さん。大丈夫、あの NMC 5周年って話してる時のこう食いつきのなさね。あとファリオの目が動いてるとかよくわかんない。あのこれ撮ります一旦。どうしたってこれに、あの、いいですか皆さん、最終回ですよ。あのね、コメント減りすぎ。最終回ですからね。こっちみんな気が散るって。めっちゃ減った、これ。めっちゃ見てる。の中に5周年おめでとうっていうね。色入っちゃったから、まず主張が。常にファリオに完全なんかもう、3人組みたいになっちゃった。3人っていうか、人なのかわかんない。だいぶ自己主張してきてますもんね、これね。本当にね。ファリオが。さあ、じゃあちょっと一旦これ撮りましょうかね。じゃあ曲いってる間に。こちらをね撮るのか、はい、進化してる。まあそれはないでしょ。そんなふりしてもそんなわけないですよね。もしかしてハイパーファリオになっちゃった。もうだいぶ今ハイパーですよね。そうですね、あのスーパーマリオはどんどんね、ファイヤーマリオとかいろいろありますけどね。そういう感じはある、まあないですね、まあ、ないと思いますので、はい、それではですね、じゃあ曲の方いきたいと思いますので、曲紹介をお願いします、はい。5周年向けて始まりましたこの曲で、レッドミークレイジー。はい、レッドミークレイジー聴いていただきましたけれども、888、はい、すごいですね。やっぱもうああいう PV とか見てるとライブにガンガン行きたくなるという、そういう意見がすごいね多かったんで、ぜひ皆さん1月8日の武道館、こちら楽しんでいただきたいなと思うわけでございますけれどもね。これはどうしましょう、うん、行きましょう。いいですよね、次のコーナー行って大丈夫ですよね。大丈夫です、なんもないです。なんもないですよね。これ行って大丈夫ですか、まゆさん。大丈夫ですよ。とりあえずコメントを処理してからの方がいいですか。大丈夫ですか。まあ、もう告白っていうか、我々のこう、なんていうんですか、手の負えない範囲に来てるっていうか、もう確かに、うん、そういう領域に行っちゃってました。富永ツッコミどころがもう52個ぐらいありますからね。もうね、展開の話ですね。そうですね、もう我々人間じゃ分かんないですよね。人間界の話じゃないです。まずなんでミサイルペン出てきたんだみたいな困る。初心者マークみたいな色づきルーキーなのかな、これは。ということでございまして、皆さん、
よろしいですか。じゃあこちらのコーナーに行きたいと思います、はい、よし、まだ間に合う11日で LMC を完全攻略、はい、これは毎週、毎回ねレギュラーでやってるコーナーでございますけれども、武道館でですね初めて LMC さんのライブを見る方も、いらっしゃると思いますので、このコーナーを聞けば LMC さんのね結成から今までの全てが分かるというそういうコーナーでございます。そしてもう気づけば武道館まであと11日となりましたので、タイトルの方も11日に変わったということでございます。そして第3回目のテーマはこちらです。 MC MC 僕の言い方が MC です。 MC ね、はい、テーマがね、はい、やっぱライブのね、まあ、醍醐味と言いますか、 MC もねやはり皆さん楽しみにしてると思うんですけれども、うん、結構だからライブ行かれてる方たくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、LMC さんのライブの MC でなんか覚えてることとか名言とか あったら書いていただきたいなと思いますけれども、うん、あ、MC 好き、楽しい、漫才みたいっていうのもさすら長いとかね、やっと会えたねは、これは一番初めの時のですもんね。そうですね、はい、うん、初めてライブ、あるある、あるある言うんですか、あるある、ああまあそういうなんか伝説みたいな伝説あるんですか、教えてもらっていいですか。まあいっぱいあるんですけど、はい、あるある、アイズさんがあるあるを言うんですか。そう、 MC で、まあ、そう違うんですけど、違うんですかどういうことですか。まあなんか、はい、あの面白いエピソードです。面白いエピソードがそんなないですそんなないでもそんなないってこれエピソードじゃない作品、ね、また戻っちゃった、これ作品みたいな、作品ですよね。天然って書かれてます、天然、わかりやすいですね。さあ、武道館で初めてだから今わかんないってあったんですけど、だから武道館ではもうそれしか言わないとか、ね、いちいち曲間で、はい、はい、そんな感じで次のあるあるアイジ行きますみたいな、あ、もうあるあるをアイジしか言わないっていうパターンがあるかもしれないってことですか、うん、もしかしたらね、今みんなが求めるならね、だから MC は全てアイジさんのあるあるを言ってもらうのがいいかどうかですよね。でもそんな面白くないですよ、多分。なんか一個あるある今、まあ、だからまあもうこれはもう披露してあるんですけど、はい、まあ、もう皆さんも書かれてると思うんですけど、うん、その昔、お寿司屋さんに、はい、海外ツアーから後かな、もう寿司食べたいって言ったんですよ、2人で、はい、で、愛さんがもうあのカウンター席ついて、あのいきなり叫んだんですよ。叫んだ？寿司ネタを。叫んじゃないですよ。頼む、はい、注文するに、うん、松尾って叫んだ。番内？え？どういうですか？いた。あのいつも食べる松部貝とカツオを食べたかったらしくて、もう我慢できなかった。ついつい出ちゃった。もう抑えきれなくて、じゃあ俺松尾。あ、松尾じゃねえ。なるほど。もうだってもう食べたくて食べたくてしょうがないから、もう興奮しちゃって混ざっちゃって、まあちょっとまあそれはまあ否定しないですね。これ松尾伝説、これは実際にあったんですね。じゃあまあちょっと前のめりにね、前のめりにちょっと前のめりに、あの店員さんもびっくり、えってなりますよね。なんかもうついてきてな、脳が。そうっすよね、松尾みたいなあったからっていう、なるほど、そういうちょっと、そういうことです。そういうなんかちょっと伝説的な、愛さんのエピソードがあったりすると。そう、それをいつも私独り占めしてるんで本当至近距離でそれをあの皆さんにこう、はい、お裾分けしてるっていう。なるほど、じゃあ今度の武道館でもそういったエピソードがあるんじゃないかなと。そうかもしれない。おにぎりコロリン事件もあるんですか。おにぎり、まあいろんなものコロリンしてますよおにぎりコロリンとかしたことないでしょ。まあ、さっきなんかあの、はい、あのなんかハンバーガーみたいなコロリンしてました、はい。もう早速、それはさっき、ね、用意してる時ハンバーガーコロリンって言ったらもう全滅じゃないですか。なんかテーブルの上になんかね、広げてました。結構いい感じで、はい、受け身取ってくれたんで受け身取ったんですかパンって、まあ、食べれる状態で、そう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 、ちょうどいい感じ。あ、なら確かにこの、なんかマスタードとかついてるところがいっちゃうとあれですけどね。そうです、そうです、もういい感じでコロリン、バンズの方がうまいことくっついて、はい、コロリンでいい感じだとコロリン、アテンションも来たね。アテンションもあったんですよ。なんか海外で海外ツアー中に、はい、飲み
ったんですか、ね、自分行かなかったんですか、それはメンバーに聞いたんですか。あー、飲みに行ったんですかね。飲みに行ってクラブであのメンバーとか騒いでて、なんかテンション上がっちゃったらしくて、このテンションどうしてくれるの、アテンションプリーズ。それは知らないです、それは本当知らないです。それは酔っ払ってんですか。いやもうそれは誰か持ったんだと思いますよ。それは本当記憶ないです。なんでキャビアテンダントみたいになっちゃったんですか。急に何コントが始まるんだ。テンションからアテンションっていう、なんかあ、なるほど、語呂もいいですからね。そこから来たんでしょうね、言いよくんだ感じで。ただそれは本当に知らないですね。ただ持ったんでしょうね。それはまた人気なんで、実際それは見てないですけど、でもまあ何人か目撃してる。なんかしかもなんかちょっとこうブーンってしてる、それは電気、動きつきで、それはあの電気盤がブーンってしてましたね。ブーンっていうなんかね、やったんですよね。流行ってました、流行った電気盤は相当ブーンしてましたね。あ、もうだ、それ多分電気盤さんがアイスさんのそのシーンを見たからですね。テイクオフっていうか、なんかそのブーンやっぱキャビアって、それは俺はブーンはしてないですよ。それをだから、ね、あの電気盤にお前あれやれよみたいな感じ言ってました、ドイツのフランクフルトで。ライブ中に。で、あ、違います、はい、滞在先のホテルとかで、はい、お前ちょっと文今日やんねえじゃんみたいな。いやだって完全 にやらすみたいな。いやもう完全にもうテイクオフしてたんで。テイクオフしてたんですか。電気今日飛ばねえんかよみたいな。でもきっかけはアイスなんですかね、それ。まあなんかね、いや俺がきっかけなのかちょっとそれはちょっと定かじゃないんですけど、はい、そうなんですね。いや多分そうだと思いますけれどもね。ブームしてくださいとかね、これ来ちゃいますからね。そういう話もある、だそういう普段聞けないようなお話も聞けるということですのでね、皆さんこちら MC の方を、ね、あんま最近は話さないですけどね。あ、じゃあ武道館はファンクラブライブとかでは結構まあ長めに喋るんですけど、結構裏の話とかも、裏っていうかまあ全部裏みたいな話表にあんま出てない話もしていただけるということですのでね、皆さんこちらをね、楽しみにしていただきたいなと思うわけでございます。さあ、それではじゃあここで1曲いきたいと思いますけれどもね、1月8日の武道館ライブ、こちらはですね、皆さん上の方に先ほどリンク出てましたのでね、こちらからチェックしていただきたいなと思うわけでございます。さあ、それでは曲振りの方を、はい、じゃあ、アイスさん、今度お願いします。じゃあ聴いてください、スーパーデューパーギャラクシー。はい、お聞きいただきましたスーパーデューパーギャラクシーでございましたけれども、いいですね、コメントもやっぱ LMC さんだとカラフルな感じになりますから、非常に PV とマッチした感じでね、素敵な感じで、888もね、ありがとうございますといった感じでございますけれども、さあここからはですね、視聴者ユーザーさんからいただいた企画、こんなことやってほしいという、そういうのをメールをもとにですね、さまざまな企画をやっていくコーナーでございますけど、はい、あの前回はお絵かけ対決でございましてですね、こちら見ちゃいました、見ちゃいました見ちゃダメです、見るたびなんかちょっといろいろ視力落ちますよ、視力は、視力が皆さんなるべく見ないようにね、していただきたいと思いますけれども、今日はね、やることも決めたんです、発表します。今日はお二人にジェスチャーゲームをやってもらいます。ジェスチャーゲーム、ジェスチャーゲームでございます、今からですね、こちらにお題を用意してるんですけれども、こちらのお題をジェスチャーで、伝えていただきまして、ユーザーさんに、じゃあ見ていい、そうです、ユーザーさんに2択でね、どちらかというのを当ててもらって、はい、あ、これ来ちゃうんじゃないですか。来ちゃいますよね。だからこれでもしそのパーセンテージが低かった方はですね、罰ゲームも用意してます。あ、伝えきれなかった人は、伝えきれなかった人は、はい、パーセンテージ取りましてね、こちらにちょっとあんまり美味しくない飲み物の方を用意させてもらってるので、これ何なんですか、すっげえ気になるんですけど、激マズドリンクという、あ、よかったです、これなんかテキーラだったらどうしようか完全に終わりますよそうですね、この絵がどうなっちゃうんだってとかありますからね、はい、こちらですので、激マズ汁っていう、激マズドリンクって言ったらすげえ否定されます、汁です。これ人が飲めるもんですよね、飲んではいいんですよね、健康にはいいんですよね、健康にはいい、すげえ喋った、ただ健康にはいいんですね、これなんかあれっすよね、あの灯油とかそういうことじゃない、健康にはいいもん、それ完全アウト、それはダメです、完全アウト、本当にダメです、飲めるもので健康にいいものでございますからね。それではじゃあジェスチャーのどちらからいきます、先行はジェスチャー前さんからいきますか、はい、これ完全に、ちょっと待って、これ完全にヤバい、完全にヤバいと思う、でももう、まやさん先行ですからね、これをじゃあ演じていただいて、これやります、ジェスチャーで、
それではこちらでございますからね、2択になるね、はい、これが2択になりますからね。とりあえずじゃあ、こちらのお題でジェスチャーの方をこれ座ったまんまで大丈夫ですか、うん、どちらで座ったまま座ったままで。それでは前さんお願いします。なるほど、おお、なるほど、ええ、うん、これは僕は答え知ってるからギリだけど、さあじゃあ2択出してください。2択を出していただいて、もうもうコメントで来てますね。マジか、さすがだみんな。さあこれどっちだかですからね、さあそれではクリッククリックしていただいて、まあ2択だからね。そうですね、まあ、大体当たっちゃいますよね、2択だとね。さあそれでは結果の方を出してください。パーセンテージ、あーもう 90.6%。 9.4 に聞きたい。逆にどの辺がそうだったのかとね。そうそう、確かに。ちなみに正解は、正解は1です。はい、ドラえもんでございます。 90.6% の方おめでとうございます。これだいぶアドバンテージありますね、うん、だからスーパーマリオとかでここで言うとファイヤー投げてる感じになってますあ、確かに確かに、あーとかね、想像力豊かですねこれね。場合によってはですよ、場合によっては相当すごいポジティブな解釈ですけど。そうっすよね。このだから 9.4% の方はそれだったかもしれないということでございまして、なんでもいいですけど、愛知不安っていうのやめてもらいたい。大丈夫、ジェスチャーは大丈夫ですよね。まあ、まあ、やったことないし、ね、そうそう、見たことないし、我々やったことないし、やったことないし、そうですよ、すごい期待してます。もしかしてものすごいハイクオリティな、ただ2択ですからね。そうですね、良かったですよ、2択で、まず伏せて何に見えるかを、ちょっと絶対やばい。そういうの、そういうの絶対やばい。聞きましょう。そういうの絶対やばい。自分の声も勝手に来ちゃったじゃないですか、ドラえもんが来てましたね、コメントでね。何に見えるかをね。そうですね、2択とかにせずにね。俺結構、じゃあまあガチでいくよ。いや、ガチで同じですよ。違うな、ガチでやってくださいよ。違うな、ガチで同じですよ。ガチじゃないな。さあ、じゃあ俺上にしますよ、こちらですか、うん、こちらですね、それでいい。上かな、まあ、はい、まあ、選んだんで、ね、はい、先輩が。じゃあ、それでは、こちらのジェスチャー、なんか思った。ジェスチャーの方、お願いします、どうぞ。終わったんですか？あ、まだ。これなんだと思う、みんな、ね、これなんだと思います。とりあえず2択出さないで。こういう感じだろうね。あ、テニス、おー、でもほら、交通整理の人、ほら、釣り、ペンを振る人。まんまじゃねえか。もうなんか、大喜利みたいになってきちゃってる。卓球、これね、ゴエモン。さあこれは想像力、皆さんよく考えてください。松岡修造。どういうこと。ただ申し訳ないけど、はい、まあ、2択になった瞬間に、なるほどなってことになると思いますよ。そうですね、信じてるよ、なっちゃうんですよね。俺は信じてる。じゃあ一応2択、みんなのね、こう審美眼っていうの、そういうの審美眼。そういうのちょっと信じてる。さあそれでは2択出してください。はい、どっちかです。これはもうまあまあ出したらね、わかりますよね。これですからね。そうですね、持ってますよね。だからないってパターンもあるかもね、ここに。え？見たくない。違うんですか？おかしいでしょ。誰も当てられない。回答なしみたいな。何？俺の妄想？それ。さあ、それでは結果の方出したいと思いますけど、ちなみに分かってるよね。まやさんは 90.6% の正解率だったんですけど、うん、出してください、どうぞ。引く。あのね、申し訳ないけど、これ24%に問うよ。逆にね。みんな分かってるだろ、その点が。だから逆に、どの辺がね、その…じゃあ自分、じゃあそこじゃあ、フォローしていいですか。あ、そうですね、逆にね。これがファイヤーだとしたら、これが糸に見えるんですよ。あ、そうだ、緑の。すげえポジ。パサ？パサ、パサ言った。パサってさ。そうですよね、なんか、ちょっとゆ、おかしいでしょ、ゆっくりな動きでしたしね。あ、確かにそういう感じでしたもん。こっからこうゆっくりなさ、なんか確かにこういってましたもんね、こう。すげえポジ、LNG。もう一回やってもらっていいですか。だからまあ、はい、本当だったらね、はい、ブンって言いたいところですよね。本当だったらそんな、そうね、音は言いたいところですよね。言ってよかったんですけどね。そうですね、ブンって何か、もうちょっと張ってもらっていいですか。そんな音しないよ、はい、ブン。やりたいだけ。
これ何ですかこれ。これ何ですか。そうですね、何ですかこれ。ライトセーバー。あ、ライトセーバー。緑、あ、緑ある。これどう考えたってスパイダーマンじゃない。でも 20%、24% の方は、うん、あれスパイダーマンだったんじゃないかなということになりましたが、未だに思ってるかもしれないし、まだね、信じられない。もう一回やった方がいいんですか。そうですね、音付きでね、やっぱりちゃんと。パサイダーマンだね。パサイダーマンだね。言いたいだけ。ちょっともらいましょう。ダーマン。ブン。ありがとうございます。ありがとうございます。感じだと思いますよ。はい、そうですよね。多分ですよ。多分ですよ、ね。わかんないですけどね、それはちょっと。ただあのアイスさん、すいません、これ罰ゲームになります。マジっすか。罰ゲームっていうか、もうなんか罰ゲームってありましたっけ。なんていうか、もうあれっすね、どうぞ。そうですね、もうどうぞっていう感じになりますよ。健康になりますから。そうですね、飲んでいただいて。音もなんかキレ出てくる。マジそうですね、一回飲んだ後の音も聞きたいですよね。変わる変化が、やっぱ健康ドリンクですから。音もするじゃん、ね、飲んだ後の音ね。音考えてますから。いや一応実験ですからこれは。分かんない、変わるかもしれない。多分変わんないと思うんですけど、もしかしたらね。いや多分変わんないよ。そんなはずないじゃん。まあまあそうですよね。そんなはずないですよ。ドリンク飲んだぐらいじゃね。その前すげえこれ怖いんですけど。結構量半端入ってますからね。これどんな味するかだけ教えておいてもらっていいですか。どんな味するか。酸っぱいとか。苦い。苦い。ああよかった、そっちで。苦いは大丈夫ですか。うん、そうですね、苦いの結構平気です。わかりました。それではお願いいたします。激マズ汁でございます。むせたりしない。お、あ、ほんとだ、苦いの。ちょっと若干出ましたね、若干出ましたね、表情に。でも、色とかちょっと。それに変わって、ちょっと聞きましょう、聞きましょう、音が。あれ、これ、音どころか。パサーン。なるほど。確かに超苦い、ね。ジャンルか、あ、苦かったですか。パサーンになったと。いやー。あ、水も飲んで。よかった、一本だけまだ残ってますからね、前さん。ほとんど飲んじゃったから。苦い。パサーン。に変わるという。皆さんも試してみてくださいね。センブリ茶飲むと、そうなりますからね。怒ってるって。さあ、もう一問いきます。ジェスチャーゲーム。もう一問いきましょうか。だからもう、はい、一人でやってる。すげえ苦い。そうですね。じゃあアイシさんが限定でね。いやいや、今半数取るかみたいな、そういうのでもいいかなと思いますけどもね。じゃあお題の方ちょっと持ってきていただいて、いくつか候補あるんですよね。さあ、じゃあ、あ、この辺からいきますか。これ見たいな。この辺いきましょうか。うん、このシリーズから。俺がやんの、おかしいでしょ。これ見たい。これ見たいですね。じゃあ、まやさんの見たいやつを。絶対無理だし、俺そんなに頑張れない。頑張れ、頑張ってください。大丈夫です、大丈夫です。いけますよ。知らんものしかないよ。だから、やんない、やんない、それ。無理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 。あ、これはこれ、うん、これいけます。あ、じゃあいい、それだったらいけます。これと、2択どれですよね。それだったらいけますけどもっておかしいけど。それもおかしいけどね。2択はこれで、この2択にしましょう。2択とかもいいんじゃないかな。まあ、じゃあこれ何ですかっていうゲーム。これ何ですかだけ。おかしいでしょ。で、答えが、そうですね、もう罰ゲームとかもなしで、単純にこれ何か楽しみましょう。とりあえずやってみる。はい、じゃあこちらのね、お題でいきますので、あ、逆にうちらも知らなくて、ええ、この 4つでどれかちょっとやってみる。あ、そうしましょうか、変える感じで。もう混乱して、それの手になっちゃいました。もう、あ、もうじゃあこれで、じゃあこれでいいっすよ。これで出来上がっちゃいましたか。もう出来上がっちゃいましたよね。でもこれなんで、これちょっとなんでまた激マズ汁。おかしくないですかね。まあ一応念のためにね、一応、まあ、まあ難しい話ですよ、はい、パサーンに変わってパサーンっていうのありますからね。さあ、それでは皆さん、これ問題ね、ぜひ答えていただきたいと思いますので、それではこちらのジェスチャーをお願いします。どうぞ。またそういう感じだよ。これ何に見えたんだろう。これちょっと聞きましょうよ。結構これでも結構いいとこついてましたよね、前さん。おうわ、すごいすごい、そうだ、すごい、やっぱりチームの皆さんすげえ、これだって来てますよ、正解が。じゃこれ、え、すごい、すごいですね。よかった。正解が分かんないですね。ちょ、音つけてやってもらって。あ、音あります。え、なんか音ありましたよね。なんかありました。なんかあった気がするんですよ。逆に音やってよ、俺じゃあ行くから。何でしたっけ、なんかありますよね。ありますよね、音あんの。なんか多分この瞬間あんの。
なんかタラちゃんの靴の音みたいな、そんな感じでなんか音ついてたと思うんですよ。なんかヒントください。ヒントください。そうです、まだ分かんない人いるから。おかしい、音がつけば分かるかもしれないんで。だからじゃあ音を君がやりなさいよ。音何でしょ。音つけていただいていいですか、うん、なんか前さんの思う感じで。いいですよ、お願いします。いきますよ、せーの。え、うん、あれそれ下しいでしょ。それこれこれなんだろう、すげえツボだなこれ。本物ちょっと違いますね。でも違いましたね、クオリティが。違った。ということでございまして、深みというかね、はい、まあ、そうですね。そうですよね、いぶし銀の。いぶし銀の正解は、まあじゃあ、はい、正解発表。あえて、なんですか正解。来週にっつって来週ねないですね、ないですね。でも、皆さんね、正解出てましたからね。そうですね、はい、そうです。正解多いですね。正解は、トトロでございました。隣のトトロでございました。あの傘持ってるシーンでございます。すごいっすよね、逆に。じゃあもう一個行こう。じゃあお前行きなさいよ。いけないっすよ、この後。俺もできない、俺もできない。もう失ったよ。いやいや、もう完全獲得してますよ今。この調子いったらさっきの、あのパーセント上がりますよ。上がりますから。じゃあ俺が決めるよ。これ見たいっす、これ。できないっす、これは難しいな。それちょっとこれ見たいっす。できないし、あ、こっちでもいいっす、どっちか。できないっす、そろそろ次行きません。もういいんじゃないですかね。もうやめときますか。結構頑張ったと思いますよ。もうマジっすか、これ以上あれだって。アイジさんのもう失うものしかないから、ね、魔女の宅急便見たかった。魔女の宅急便やってほしかったですね。このペンを使って。分かりにくいからね。これちょっと最近いけんじゃないですか、魔女の宅急便。ほらこれがあったら。これっすよ。これじゃちょっと聞き止めないよ。これファッサーしか食べない、ファッサー。ファッサーは取れますからね。はい、ということでございまして、絶夜ゲームでございました。さあ、ここで1曲いきたいと思いますので、曲紹介の方をお願いします。じゃあ最新の曲ですね、ザ・ラブソング、イエイ。はい、ということでザ・ラブソング聴いていただきましたけれども、いやー、素晴らしい、大好き大好きという、宇宙で一番 MC が好き、 MC に会いたい、素敵、うん、大好き、ひたすら読んで感じ取っちゃいましたけど。完全に読みましたね。完全に読んできましたね。さっきの曲入る前とこの後のテンションですね。もうなんか灰になったから、ね。俺の方が灰になってる。確かに、ね、ダメじゃん。やりきっちゃったっていうか。これどうしますか。だからうーんだ。ちょっと変わってんじゃん。確かにちょっとね。これまだしこれ。これ。それはあの音ないからね。これ音なかったですね。ないんですね。でもなんか。ドゥーン、一緒かなそれ。だからあんまり変わってないという感じだったですね。最高最高と、来ておりますけれども、さあ、あっという間にもうお時間の方がこれ、52分という感じになってますね。そうなんですよ、今日もこれ合ってたんですかね。最終回やな、正解かどうかってことですよね。最終回だから、これだから、結果としてあれだから、もう一回聞いた方がいい、ね、アンケート、そうですね、ですね、ライブに行く行かないアンケート、うん、先ほど、70? あ、違うか、もっと言ってましたっけ、先ほどのパーセンテージでは70いくつはあれじゃないですか、あっちの、さっきのそうですね、分かった人、ジェスチャーの77.9 の方が行くというアンケート結果だったんで、それをだから超えてたかどうかで分かりますからね。だからまあ減ってたらちょっと俺ほんと反省します。反省しないと一回とりあえず聞いてみましょう。そうですね、とりあえず一回聞いてちょっと考えましょう。はい、うん、それではアンケート出してください。1月8日の LMC さんの武道館公演、こちら行く行かない、前回は 77.9% の方が行くということでございまして、いいですよ、このタイミングでパリオに慣れてきたというコメントもね、あったりすると、やっとね、やっと、そうですね、さあ、あれって怖いね。確かに。さあ、それでは皆さん、クリック終わりましたでしょうか。出していただきたいと思います。結果お願いします。一緒、すげえ一緒、え、なんだったの。全く一緒ってすごくないですかこれ。またまたこれ。すげえ、
すげえけど、すげえけど変わってないって何のための1時間だよ何のための1時間奇跡がいわゆるもう、毒にも薬もなってない突っ込みづらいっていうやつですよね。何だったんだあんだけ振り回したのに。そうです。あんだけね、低かった。なんか奪ってたのに俺から。あれ無意味って意味はあるすげえ。え、こんなことあるんですね。こんなことないですよ。一緒。今日の1時間すごくないこれ。ちょっとじゃあどうします。でももう一回やったところで多分一緒ですよ答えは。ねえ、だからちょっとこう言ってくださいよ言ってくださいよ。もう何、俺もちょっといいや。じゃあ危機出しちゃってください。いや俺も大丈夫俺も大丈夫俺結構パズでもいいですよ。パズでも自分俺結構今日ちょっと大丈夫欲しいですよね。どうしましょう。だってこれ今日やった。やってましたね。もうこれで上がんないだったらもうね、しょうがない。だって。だってまあこのままでは終われませんからね。ちょっと、言うても、1% でもちょっと上げておきたいところありますので。じゃあ前行ったりじゃしたら上がるかもしれない。あ、何やったんですよ。じゃあちょっと決めます。何やりました。何やりましたっけ。別にジェスチャーじゃないんですよ。だってジェスチャーで上げようとするのよ。ジェスチャーの人じゃないのか。ちょっとリストは全然得意じゃないから。リストありましたか。ジェスチャーで上げる縛り何なんですかこれ。じゃこれ先輩やってください。これじゃあお前やりなさい。これ見たい。これ絶対熱いっすよ。絶対無理っすよ。これはでもこれ見たいよね。みんなね見たい。分かってんのかな分かんないけど。これは厳しいっすか。マジやだよ俺も俺もマジやだよ。こっちでもいいっす。じゃあこっちでもいいっす。そう結構頑張ったし。こっち結構頑張ったし。ただあれいきます。イラストイラストね。描いてもらう。イラストが描いてもらう。じゃあこれ描いてこれ描いてください。イラストでいきましょう。相当やばい。これでいいですか。これやったらいいの。これでだからさ、これ描いて。もらっちゃっていいのかなそれ。俺。これいっちゃってください。これで。誰か。うん。これでこれで。そうですね。これで後で聞きましょうもう一回。聞いて。それ踏まえて。どんぐらい心が揺れたかで。そうですよね。いや素敵な絵だったー、ライブ見たいっていう方が。これですからね。これは僕らでも無理ですよね。ちょっとこれはどう描いていいかわかんないですからね。ただもう筆は進んでます。そうです。迷いがないんですよ毎回。あの方は、あの画伯は本当にね。何なんですかね。すごいですよね。イメージですね。そうです。本能チェアスだから。イメージがも言いましたけど、ポックリさんと一緒なんですね。書かされてるのかな。どっかが何か降臨してるんですね。じゃあそうなんですね。難しいですね。すごいですね。まあなんか動いちゃうんでしょうね。動いちゃうんでしょうね。わかりました。さあ、それではですね、この絵をライブ会場に貼り出しちゃうんですか。そんなにいいね、このパリオと。いいのそれ。大丈夫ですか。勝手なこと言うもんじゃないですよ。できましたよ。で、早っ。いや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 、早くないですか。まあまあそうですね。色はいいですか。色はね、ちょっとね、難しいんですよ。あ、つけづらいですか。色はちょっとつけす…ちょっと、じゃあつけてみますよ。わかりました。さあ一応、ね、皆さんワクテカしてますからね、これは。これだからみんな何かちょっと想像していただいてね。あ、そうですね。多分皆さん、まあなんか年の世界出てきましたね。確かに。いや、これはでもちょっと不安になってきてるんですよ、1個だけね。1個だけ。ちょっと1点だけ。はい、これ合ってるかな。1点だけですかね、逆に言うと。そうですよね。1点で済んでるんですよ。まあ一応ね、1点で済んでる。それではじゃあ、出しちゃいます。出しちゃいますか。そうね、じゃあちょっとこれ、合ってんのかな。合ってる。まあ合ってたいよね。合ってて欲しいっす、こっちも。こちら側としましてもぜひ行きましょう。それでは、画伯、これで武道館のパーセント上がるとね、来てくれるパーセント上がったらガツンと上がるじゃないですか、みんな。まあだから、もうノーヒントみたいなね。ノーヒント行きましょう。ノーヒントで行きましょう。結構いけるかもしれないです。はい、お願いします。どうぞ。これ結構来てますね。これ何これ。わーこれね、何だろう。これちょっとめっちゃ可愛いじゃないですか、今までのホラーからしたら。結構来てんじゃないですか。ほら来ちゃってる、もしかして。すごい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 。ただ先輩が言ってたその不安というか、一つの、はい、そうなんですよ、ですよね、はい、そこはちょっとあれです。そうなんですよ、うん。じゃあちょっと今から挽回しましょう。はい、はい、じゃあ、はい、これ緑限定で、それない、それでいいんじゃないですか。これそれでいけば。え、全然違う。さっきってなんですか。もう忘れちゃったんですか。じゃあもうあれでしょ。フォンってなんですか。ワンモアね、ワンモアね。
そうですよね。だからそれ、だからあの一番なんか人気あるっぽい子、うん、あのギャルっぽい子、なんだっけ、あれ、ね、あの子、あの子、あれでしょ、名前が、あれだ、2文字のハラちゃん、あのだからそうそう、巨人と監督だったら名前一緒の、まあいいやつ、それはね、付け出しちゃった。まあこういう子もいたよね。そう。まあ時間ないなんか書いてるから、まあこうなっちゃうよね。そうですね。だいぶなんか自分でフォローした感じ。まあ、まあ、さあ改めて、これも正解です。ね、正解も。さあ正解の方お願いします。正解書いた方がいいですか。いや正解書いてなかったんですか、読むと逆に。これはまあこれが、はい、まあ俺的な最終的な。なんかちょっと加わりましたね。はい、そうですね。ヘアスタイル的なものをようやく。あの、揃ってきたなっていう役者がね、そうですよ、あのキャラ立ちのね、なんだろうな、キャラ立ちの部分がちょっと一人増えたってまあこういうことになりましたよっていう、さあファラって書いてある、ファラやめてください、もういろいろ関係各所にいろいろあるんですから、やめてくださいさあ、それではですね、フラワーロックみたいな、さあこの、確かに懐かしいですねこの同じ動きしてるんですよ、みんなね、いいですね、でもこれはもうだから何か置いといて、はい、これを見た上で書き損、書き損、書き損だこれ、書き損だから、アンケートこれ取ってあのライブに行かれる方が増えたかどうか確認しましょう、そこでいいんじゃないですか、もうこれでもうこれ何だか置いときますんでね、さあそれではアンケートのお出しください、1月8日日本武道館オープン16時スタート17時、こちら行く行かないクリックしていただきたいと思います、お願いいたします。それでは先ほどが 77.9% でございましたので、さあこれを超えていただきたいと思います、先ほどの画伯のヤソネ、それでは結果の方を出してくださいお願いします、ちょ一回消してください、一回消してください、一回消して、消して、これ完全放送しますよ、はい、消して、違うじゃん、そうじゃないじゃん、そうじゃないじゃん、あんなに頑張ってくれたんですよ、これ普通にして、これちょっとなんか不具合起きちゃったかな、これどっちでもどっちでもいいです、おかしいな、これ違うな、さてさてどうしましょうかということになりますからね、さあやった、ちょっと待ってください、はい、これね、上がるかも、いけるかもしれない、これでもう最終兵器です、何か書いてる、今迷ってて、ええ、あとあることで迷ってて、はい、あえて教えなかったんです、怒られるんじゃない、だからぶっちゃけあいさんは今 L か R かって悩んでたんです、どっちだっけ、なるほどなるほどなるほど、だから悩んでたんです、そこで悩んじゃったんですか、わかる、 L か R で悩んでたんです、ええ、で答えが出ました、言っちゃってください、どうしたんですか、まあ、結局どっちにしたんですか、こういうことだったんですよもう途中までこう書いたんですよ、ね、答え出なかったんだ、出なくて逃げた、こっち書いたんです、こっちでも一番恥ずかしいパターンになってます、それどっちか攻めていった方がよかったんじゃないですか、こっち先行ってこれやべえなと思って上に足しました一番ダメなパターン上がりました、さあこれを踏まえて、これを踏まえて、こんな可愛い画伯の、ね、さあ行く行かない武道館ライブお願いいたします、さんざんさっきみんな R で書いてたのにこれあれ L だっけ、すっげえ自信なくなっちゃってよ急に不安になって感じこれだったこれ空回りに怒られんだと思ってさあ皆さん先ほどからが 77.9% でございましたからねこれじゃ期待できんじゃないですか、これはだいぶ期待できると思います、どうなんすかね、さあ結果の方を出してください、お願いします、いける、来い来い、あんた消してよ、はい、はい、消して、ちょっとすまない、ちょっと、はい、消して、完全にこれなんだろう、違う違う違う、そうじゃないじゃん、これ違うって、これそうじゃないじゃん、わかりました、もう受け入れましょう受け入れちゃうんですか、現実としてまあそうですね、仕方ないです、見つめちゃってるじゃないですか、画伯、自分のイラストを、だってだってだってこれだから誰、あ、わかった、これ皆さんが、これ炎上ねしてほしいがゆえに欲しがりますね、欲しがるんですよ、だ本当は全然違うんですよ答えはしょうがねえな、本当にそういうことなんです、間違いないですよね、これもう事故っていうか、もう事件ですよね、また事件何回か起きましたけどもね、結構だからこの番組から生まれたいろいろなものがありますので、
並べちゃった。なんすかね。でもすげえなんかこの何タッチの違い。確かに同じ人は書いてると思えないですね。そうだからこのだからちょっとしたファサ感はね一緒なんだよ。ファサ感やっぱりありますね。うん、どのイラストにもファサ感はありますからね。そうなんですね。なこれ。ということでございましてね、皆さんこちらのだからパペット人形とかもね作っていただければなと。思いますからね、ということでございまして、ここで改めましてですね、武道館公演の概要を私説明させていただきます。もう改めましてでございますけど、2012年1月8日日曜日日本武道館でございます。オープン16時スタート7時でございます。上の方にリンク出ますのでね、出ますよね、こちらをクリックしますと便利です。便利でございますのでこちらをぜひ利用していただきたい。あ、誕生日の方もいると。1月8日がロックの日ですからね、これは。ぜひ皆さんこちら楽しんでいただきたいと思うわけでございます。さあ、ということでございまして、もう終わりでございますよ。大丈夫ですか。どうですか。大丈夫ですよ。俺たちのこのテンション、いや、若干落ちてますよね。前空回り前これ、だからあの武道館あのもうグッズ発表したんですよ。はいはい、そうですね、ブログに載ってますよね。ただもうこれとか欲しいっすよね。急遽だから、まあ、ニコ生とのコラボ商品だからもうあれ ガチャガチャある。ガチャガチャない、ロトみたいならしいんで、限定1個でね当たるんすか。入んないっす、それ入んない。これじゃあもうこれガチャじゃないのかな。ロトだからいけるとか、はい、抽選みたいな番号ってことですよね。封筒の中に入ってる、封筒の中に入ってる、これ入れれるってことですか。当たりってやつが入ってる、ね、これ1個これ入ってる。すっげえ必死に折りたたんだよ。なんかパンパンしてる。あれこれまさかまさかっていう、まさかお年玉入ってるかなんて言ったら大当たりっていうか、外れなのか当たりなのかね、際どいところ。でもこれすごいすごい欲しい、すげえ欲しいって人といらないって人と両極端ですね、これね。入ってたら衝撃っていう、どっちでもない人もいましたけど。驚きは確かにありますからね。これだからこれ見てない人が、あ、そうだ、やばいその可能性もありますもん。見てない人買ってこれ出てきたら苦情言うんじゃないですか、これスタッフさんに。なんすかこれっつってショックっすよね。ちょっと子供だったら泣いちゃう可能性ありますからね、これすごい。だからそれはまあ来てのお楽しみ。そうですね、皆さんもしかしたらそこのグッズの方に入ってくるかもしれませんので、楽しみしていただきたいと思いますけれども、もういよいよお時間でございますので、最後に、こちらのファンの皆さんに一言ずついただきたいと思いますので、よろしいでございますか。そんな感じで。そうですね、はい、3回、うん、でまあ最後あげたんじゃないですか。グリーンと上がりましたね。え、いろんなものが数字下がってたよね。まあそっか、まあ、数字は下がってた。そうだね、まあ、ただまあこれをきっかけは武道館ね、まあ、もうすぐ武道館って企画でやらせてもらって、まあ、こう前やってきましたけど、まあ武道館来れない人も、まあ、物理的に来れない人もいるでしょう、うん、ただまあこう、まあ、この番組を通して LMC のなんたるが少しでも皆様にね、届いたなら大成功じゃないかと、ね、まもなく年も明けるっていうね、はい、まあいい機会でしたね。楽しかったですよね。楽しかったですね。1回目とかすげえ眠かったんですけど。確かにそうでしたね。だから今日この3回目でしょ、藤井が。3回目。眠さで言ったら1回目より今日の方が眠いんですよ。ただ挟まれて、はい、このプレッシャーでいけました。やっぱもう、だから正解だったんだね、じゃあこの藤井としてはね。藤井としては。カラーと、ね、そうですね、衝撃的なものがたくさんございましたからね。挟んでるね。挟んで最終的にね。挟まれると眠くならないということが分かりましたので、まあ、日本生また、そうですね、楽しみにしてほしいですね。そうですね、まあ、はい、動画のライブもそうですし、まあ、これからの LMC の、ね、活動も楽しみにしていただけると、うん、いいかなと思います。はい、ということで、コメントの方もね、たくさんありがとうございます。してくれた皆さんもありがとうございます。ということで、チャチョカでございます。ここまでのお相手は私、MC 星野拓也、そして MC 真彩と林でした。はい、良いお年良いお年は血に垂れて